はい、どうなっすね。スパープアプリ、久しぶりにやっていこうかなと思ったんですけど、その前にもういろいろ動画出しちゃったんで、なんやかんやちょっとグダグダになっちゃいましたけど、復活サクセス、復活というか、まあ、久しぶりにサクセスやっていこうかなと思います。当時はね、多分戦国前ぐらいの環境だったと思うんですけど、もうすっかり変わりましたね。自分をまあ、せこせこやってて、まあ一応 PC6 ランクなんですけど、まあ、完全に環境弱者になり下がったので、まあ、今回のサクセス、まあ復活サクセスということで、あまりその上位の方とぐらいのデッキには期待しない方がいいと思いますね。で、デッキはこんな感じ。ザ・テンプレなんですけど、まあレベルめっちゃ下げてるぜ、みたいな。センス丸、アイテムは3つ、いつもの持ち込んでますと、やっていきましょう。つぼ、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 つ、つ、つぼですね。これどっちもいけねえ。こんなことある？ちょ、これやべえよ。あ、でもね、サクセス悪くても、まあ、続けようって何回か言ってるんですけど、あ、いいね。言ってるんですけど、あまりにもね、何回か撮ってるんですけど、出来が悪すぎてね、で、結構ボツってるんですよね。そのせいで、動画結構遅れたりしてるんで、あ、早速タックが来たけど、これは強くないんで、体力回復しながらアイテムも取れると。んで、そこそこやってたんで、立ち回りとしてある程度分かってるんですけど、妥協点がその上位の方とは全然違うところは、ちょっと頭念頭に入れておいてもらわないと多分いけないと思いますね。うん。さすがに100、100とかのタックだといけないかな。上位の方が400、500ぐらいが妥協点だと思ってるタックは、まあ、自分的には正直300でも別にいいって自分思ってるんで、まあそんぐらい結構甘々判定なんでね。そこら辺はちょっと了承してほしいって感じですね。で、セクイチから渋いんですけど、そろそろこの宝の数だったらタックが起きてもおかしくないよね。はっ、あ、でもね、もう行きましょう。そろそろ行かないとね。あと、ラミー追わないと、自分35なんでね、ラミー。PSR とかじゃないんで、初期値があんま高くないんで、そこら辺踏まえると、ラミーは、なるべく追っていきたいって感じですね。あー、これもね、うん、行きましょう。うん。ドン。まあね、経験点を稼げば正義なんで、うん。で、これは体力回復と。で、まあ、運ですよね、完全に。エジプト高校って、その体力回復のタイミングだったり、宝がどこに出るかとか、骨イベ出るとか、あ、いいね。骨イベ出る出ないとかさ、タックが起きるとか起きないとか、マミークリエイトがいくらポッチャポッチャとかね、めちゃくちゃね、しんどいんですよね。で、これは練習を手伝うで左キラーに行きます。イチロー、マジで強いですよね。で、これはね、こっちですね。いいね、いいね。で、ショート動画とかもいろいろ作りたいと思ってるんで、まあ、パワープロ実況者の方って、そのショート動画撮りにくいと思うんですけど、そこら辺逆に開拓したらなかなか伸びそうな気がするんで、ショート動画とかも開拓していけたらなと思いますね。ちなみになんで自分が休止してたかっていうと、一応、初見さんとかのために言うと、あれっすね、大学受験でしたね。うん、大学受験で自分活動休止してたんですけど、見事大学に受かったので、私活動復帰しましたってわけです。で、今能力の上げ方とかなんですけど、自分的にはその先に基礎能力上げちゃうタイプですね。格とかよく上げる人いるんですよ。先にそういうのってやっぱ経験点に自信があったり、結構稼ぐ前提なんで、自分そういう自信とか前提じゃないんで、もうどんどん基礎能力を先に上げて安心をしたいタイプなんで、そこから上げるようにしてます。で、今はあまりタックが強くなかったんで、普通に肩のやつ固定しに行きましたと。セクイチ2700点はクソ雑魚です。はい。でも僕は諦め、おい、いや、ちょっと待って、これね、精神が強いんだよね。まあ使うけど、精神が強いだけど、結構集まってるから期待したんだけどな。まあ、いっか。まあ、メンタルだけ、呼吸だけ上げときゃどうにかなるの巻と。で、これでまあ、こんぐらいで大丈夫でしょう。さすがに怪我しないよね。よしよし、ナイス。あ、でももう2000溜まろうとしてるんで、経験点の泉の流れとしてはいいですね。ほい。おー、いいね。いいね。回復します。割と妥協点っていうか、個人的には合格ラインですね、僕にとっては。
ああでもこういう感じね、精神が極端に余ったりしたら格を上げたりするって感じですね、うん、ただ特段層を優先的に上げようってわけでは ないですね。基本的には基礎能力を先に僕は上げます。今ラブバワー来てほしかったな。で沢渡り1回目と、でこのデッキには割とね回復イベント多いの強いっすよね。これは回復イベントじゃないけど、でこれ強い、これ強い、カロリーバー使い果たしちゃうか、まあ仕方ないですね。まあね、こういうね強いやつはねどんどんいかないとね、あの取り逃しちゃうんで、チャンスはねあの逃さずね、その攻めに行った方がいいと思うので使っちゃいます。かなりちょっとね、あのもう消費しちゃったのちょっと残念ですが、あのでもカロリーバー使わないサクセスとかもあるんで普通に。でここで2つ解放できた、これはいい流れですね。で新左キラー、よしよし続いてるよ。あーそんな強くない、これはメンタルで。ラミー、ラブパワーで、ラミーはあれですね、告白域まで行きましたと。でこれは体力削られたから次は回復ですね、うん、でこれで阿部ヒ取れるようにして、まあ、一応一郎でコツもらってるんですけどね。お、ナイス、これはいいね。でも走らない。でもタック起きないと。で、コツもまあそこそこ取っていくみたいな感じですね。コツ潰しとかはまあした方がいいのかな。うん、で、ゴブ使ってたんで、あの、割と、ゴブとタケミとか使ってたんで、いろんなちょっと悪い癖が残ってるかもしれないですね。これもうマミークリエイト打とうか。それかいいタックが来たらって思ったんですけど、マミークリエイトを打ちましょう。マミーをクリエイトします。はいはい、結局こっちかな。うん、ブルーアイズで固定しながら一郎のを回収すると、うん、流れとしては悪くないな。お、3つ目溜まったってことはこれ仮面出てくるな。で会話1回目、会場、はいはい、あー強くない、こっちですね、うん、でこれであの魔力溜まったら、ナイス回復、魔力溜まったら3ピラー打とうぜみたいな流れなんですけど、ラミーの告白が来ないと。まあこれはしゃあないっちゃしゃあないですね。でもできるだけ早く来てほしい。これはでも、仮面取る前に固定したいんですけど、仮面取る前に3ピラー打ちたいんですけど、これはちょっとしゃあないかもしれないっていう。でも基礎能力の上がり方としては割といいと。 OK、 とりあえず魔力3つ溜まったんで、これで3ピラーは打てる。お、結構修復状況いいですね。でラミーは早く、できるだけ早く告白が来てほしい。で、あ、これ強い、これ普通に3ピラー打とう。よしよしよし、黄金の輝きは打てないけど、おおこれだよ、これだよ、これ俺だ、これが僕の望んでたサクセスです、うん、サクセスストーリーですね、マジで、うん、これいいね、いいですね、うん、よしよし、これどうしよう。これね綺麗に割り振りたいんですよね、うん、999なんで。あ、よし来た。で精神と技術多めで 626OK、強いなこれ、うん、よし、ナイス。でもこれ結構宝今吸収しちゃったんで、あ、ナイス回復、ナイスラブパワー、結構か宝吸収しちゃったんで、ちょっとあの起きないかな、タックは、うん、タックは次のタックはあまり期待できない。だから次はマミークリエイトで貯めるみたいな思ってたんですけど、普通にあれですね来ましたね。今めちゃくちゃいい流れですね、強い。こっち強いけど、まあこっちかな。ラミー置けるんで、これで。で、精神が溢れちゃう。まあ、守備力上げましょう。精神使う系はこれで全部かな。で、筋力も上げて、それでもやっぱ溢れちゃうってなったら、やっぱ格を上げちゃいますね。うん、よし、これでラミー取りつつ、OKOK。いいね、強い強い。ナイス修復。あ、でもね、ちょっと修復のペース早すぎる気もするんですけど。え、3回目走りましたと。いいねいいね、ドンタック。これ仮面が OK、 仮面関わってない、こっち強いけどこっちかな、うん、サンピラーはなるべくねやりきりたいんで、うん、もうやりきるしかないさみたいな感じなんで、うん、
よしよし、肩力上げつつ、いい流れいい流れ、今まで録画してたクソサクセスと比べたらほんまはるかにいい流れなんで、これでもこれか、なんもないです。でこれで次仮面吸収して一気に経験点の泉を増やすというこの強い流れを勝負師取って、勝負師誰だったっけ、勝負師、あ、遊戯か、遊戯なんでこれは OK と。でこれはこっちですね。あとはね、その仮面絡みの強いタックが来て経験点の泉をふわーって増やせたら強いんですけどね。12,700点、 OKOK、 強い強い、個人的に妥協点2セク1万なんで、結構妥協点自分低い、お強いけど、これはね仮面絡まってないね。あ、こっち、でもこれ普通に強いやつよね。いやでも普通に強いけどって感じですね。けど戦記、ゲド戦記か。で、迷うな、迷っちゃいますね。いやでもね、ここで宝2つ回収するだけで1393回収できるっていうのはかなり強めだと思うんで、こっち行きます。あまりそこら辺の正解っていうのはまだ分かんないんですけど、結構ね考え方とかいろんな実況者の方で違ってきて、もしかしたら僕かなり間違ってるかもしれないんですけど、かなりエジプト高校に関しては持論でやってる部分が多いので、そこら辺は本当に正解ではないかもしれない。正解でもないかも、正解ではないかもしれない。実際魔力ちょっと今無駄にしちゃった気もしたんで、ナイスバレンタインで、これは衝撃のコツをもらいますと、ラミー告白まだ来てないよな、早く告ってくれよで高校時代のことなんですけど、これでクリボッチだったことがあって、マントル高校の時かな、クリスマス、まだ彼女できてない状態で、またクリボッチかよとか言ったら友達にお前頑張れみたいに言われてたんで、そっちのクリボッチじゃねえって思った経験はありますね。パワプロあるあるなのかなこれは。って話をしつつ、渋くなってきたな。これは肩タックで宝を固定しつつ、強いやつが来たらいつでも3ピラー打てるよう状態にして、でも体力はね心もとないっていうか、これは体力回復しながらツボ固定して、これツ、失敗した、失敗した、失敗した、これ痛いな、これ痛いな。海馬はね重いんですよ、これめっちゃ重いんだよな。これで、これいいな、もう早速行きましょう。サンピラー黄金の、いや黄金の輝き光の行使に行って、これでとりあえず体力面は大丈夫ですね。で基礎能力も上げられそうと。でもね、痛いな、海馬失敗は。これ経験点溢れた、これはしゃあないな。でコンプリートしちゃったと、まだ仮面は回収できない。で遊戯が1回目、ちょっとね技術もったいなくしちゃいましたね。さよなら男と、会話失敗、マジで痛いな、重いっすよマジで、これ重すぎる。まあ取るしかないんですけど、これ強いな。臨床が溢れちゃうんで、コツ取って、コツ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 を取ってと、溢れないようにしますと。守備移動はまだちょっと早い。これで OK と。で、これで、もうね、こういうね、ホームランボールとか大打撃みたいに、重い金徳さっさと取っちゃいたいタイプなんで、なんか心になんかストレスが残るっていうか、早く取らないと。なんで早く取っちゃって、これは完全に個人の意見なんで、参考には別にしなくていいんですけど。で、肩上げて、基礎能力もその類ですね。僕、自分早くやらないと満足しないんで、こういうのって。完璧主義ではないですけど、なんかこういうのこだわり、個人のこだわりっていうか、これはトレードしますと。これで偶像とトレードしてと。強いの、ナイス。これはまあ吸収しながらか。仮面取るのちょっと早いけどな。マニクレートあと一旦なんで、これね、お前これ行こっかな、どうしよう。まあ総力上げて、よし、これであと筋力を上げて、筋力あと1上げたら OK なんで、バランスとしては割と良さげ。
ちょっと敏捷余りそうな気がするんで、敏捷をそこそこ削りつつと、削りつつこんぐらいかな。でこれで魔力も吸収して仮面には触れないようにしながら行きたいですね。ちょっと経験点溢れちゃったけど、ここら辺はしゃあない。でも欲を言えばもうちょいサンピラーでタック打ちたかって、これで基礎能力は完了したんで、あとはもう各集客と特殊能力を上げていくだけと。流れとしてはまあそこそこって感じかな。マミークリエイト打って宝を固定します。宝固定こっちかな。これで沢谷の打球伸び欲しいな。打球伸び、まあ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 。んでこれね、これあこっち、いやでもこれいいな、体力回復しながら魔力でこれで3ピラー打てるようになったと。なるべくね、仮面回収する前に3ピラー打ちたいんですよね。てかまだラミの効果来てない。これ仮面か。これもったいないから、これは多分メンタルのが強い。ちょっと流れがちょっとね止まってきてるな。ただ基礎能力は上げられたんで、基礎能力は上げられたと。でね、自分ショート動画作ろうと思ったんですけど、前回のちょっと1個前の動画かな、急速80キロ投手をリアタイで使うってやつ、これ遊戯2回目ね、なんですけど、確かショート動画って、ね、1分以内じゃないとショート動画って多分認識されないんですよね。だからショート動画作れなかったっていうオチですね、かなりもったいないことをした感じですね。でこれで1050点も放出してくれるのかい。これは強いな。技術と精神で、これで技術大丈夫かな。あれ守備移動取ります。守備移動って、敏捷がねちょっと溢れちゃう感じなんですけど、これ米山くんに壺固定しつつできるんで、流れとしては強いと。筋力は足りないな。打撃タック来てほしいな。でこれは自分の打席を操作しますと。筋力以外はいっぱいある状況、あまりそのバランスとしては良くない感じですね、ただ流れとしてはあまり悪くはないのかな、個人的にはね。ナッスン基準で言えばいい流れではある、そんな死んだサクセスではない。ただパワーヒトガのコツがまだないっていうか、ラミーが走ってないっていうか、ラミー告白、ラミーの告白が来ないっていう、僕そんな魅力ないですかっていう、ラミーに嫌われてるっていうか、デート走らないとかだったらラミーに嫌われてるっていうんですけど、告白すら来ないって、これもうラミーに親でも殺されたラミーの親でも殺したのかっていうぐらい、マジでラミーに好かれてないですね。告白してくれないと祝福も取れないのかなって感じなので、もうストレートキラーも別にいいんですけど、祝福取れないのはさすがに厳しいので、告白来てほしいですね。デートもう多分走れないと思うんで。りょうさんのライブが来ましたと。OK。で、これで精神系行きましたと。あ、強いけど、筋力じゃない。いや、でもこれ行った方がいいな。りょうさん最近よーくライブしてますよね。僕も参戦させていただいております。別に売名とかじゃないですけど、普通に行ってますね。一ファンとして。で、これで、あ、敏捷あふれる。精神もこれ結構来るか。海岸だな。どんぐらいだろう、塩梅。塩梅がこんぐらいかな。どうだ。一番やり。でも、まあ、いっか、これで。これで、まあ、ちょ、精神じゃない、技術が溢れるな。あ、ぴったり。で、もうちょいこれ工夫できそうな気がするんで、技術を減らしたいと。もうザコいコツでもいいから取るか。サイン察知、カット打ち、高速チャージと。これで溢れないかなと。筋力のタイプ来てほしいな。筋力系サンピラー来てほしいな。いやー、あ、だ、サンピラー切れたか。いやいや、切れてない。いやでもこれ強くないな。どうだろう、これ一回休むか。休んで期待ですね、タックに。
あ、これで経験点はとりあえず貯めて、でもまたこれ守備連なんですよね。強くないっていうか、よくはない。なんでこうなるんだろう系ですね。まあ、キャッチャーは誰もこう作れないんで、取って、これバントも取るしかないな。あまりムーブとしては強くないっていうか、厳しいな。筋力がね。これで、あ、これいいな。これ強いと。さあ、筋力のタック。サンピラー打つ、あ、メンタルか。まあ、これでマミークレート切れたんで打って。あ、これ宝回収しつつ固定できるのは強いですね。ムーブですね。うん。なんで、粘り打ち、晩食取って。あ、ね、マジ筋力さえあればって感じなんですけど。てか、あと、ラミー告白。やっと来た。あ、これ強い。これ強いんで、サンピラー打って、体力回復しつつ、いいな。あ、でも、技術精神が危ねえんで、これまた海岸ですね。300、200かな。これで多分経験点は溢れないと。高速レーザー。筋力使いたくない。永久室だ。これは使いますと。いいね、でも。割と悪くはない。宝も固定できて。お、ナイス回復。ラミ回復。ラミ告白来てくれ。ラミ。やっと来た。やっと来た。これでね、いいタイミングで自動デート来てくれたら許します。で、ほらね、筋力あったら結構開眼できるんで。お、ナイス、ナイス、ナイス。強くなってきたよ。これはね、こっちかな。どっちだろう。どっちも強いんですけど、こっちなら宝1個残せた状態で一郎いけて、こっちは宝回収しちゃうんですけど、強いお宝なんですが、自分はこっちに行こうと見せかけて、こっちかな。どっちだろう。ごめんなさい、ちょっとあやふやになっちゃうんで、とりあえず経験点さばきながら考えましょう。さばけるやつがこれで、こっちだと精神がさばけないんで、こっちに行きます。ナイス。で、これで、でもまだ筋力足りないんだよね。ラミー、自動デート来てくれよ。あかんな、バランスが終わっとるな。バランス終わっとるな。これはデートで体力回復しますと。ラミー、魔力自然回復してくれたらね、許すんですけどね。経験でちょっともったいない気もするけどな。ということで勝ちましたと。これ試合カットした方がいいのかなって感じですね。とりあえずカットする方向で行こうと思ってますと。で、今、よう考えたらね、あ、これやばいな。よう考えたら、口角もパワーヒも、ラインドライブももらってないんで、筋力がマジ厳しいと。いや、これ、あと、これ、残り4ターンでサンピラーが打てる流れにしたいな。ということなんで、こっちだな。これでドモンがいけるようにしてと。なかなか厳しい。あ、でも、いや、こっち行くな。こっち行って、で、最後筋力タックで、これで魔力貯めて、で、最後サンピラー打つっていう。これラミーの自動デート来てくれないと次、割としんどいですね。やっぱね、やっぱ、サクセスの流れが良くてもね、こういう感じで、その経験伝バランスが崩壊していると痛い目に遭うので、マジでここら辺は気をつけた方がいいですね。勝ちましたと。よし、次自動デート起こって筋力で強いサンピラーを、くそ、これで筋力で強い、おう、これでこれで普通に練習できたら僕はラミーを許します。無理だったら僕はラミを恨み、おっしゃ、ナイス。よしよし、とりあえず形作りはできそうですね。でもね、めちゃくちゃ経験って余ったっていうか、各集客33はまずいですよ。いや、マジで足らねえな。よくない流れでしたね。勝ちました。よし、行きましょう。
筋力ナイス。あと筋力、うん、さっきのラミーで割と溜まったのかなって感じなんですけど、足りてないんですよね。怪我しにくさ、広角打法、低球質だ、インコース一番やり4番手取ったらマジで足らねえんですよ。これはね、よくないで、これラストエンペラーも取らないといけないんで、あのマジでラミーじゃない、あの筋力タック来てないのはやばかったです。うん、多分もうかなり終わってるサクセス、ラインドライブ取るしかないですよね。もうしゃーないっていうか、うん、これ各集客に回してる暇がないっていうか、最終打席も取るんで、いきますということで勝ちましたと。あれっすね、広角打法先取っちゃったんですけど、これ普通にあのブラマジからコツもらえるんで、これは最後まで置いといた方がいいですね。これはちょっと悪い例を見せてしまいましたと、すいませんでしたと。んで開眼したいけどできないよな。で集客力も筋力消費しちゃうんで使えないと。各集客37とかいう、マジでこの世の終わりみたいな経験点バランスしてるんで、あーダメだね、ダメよ、ダメダメよ、ダメよだねということで勝ちましたと。経験点バランスマジで終わってますからね。各集客ってなんで筋力使わないといけないんだろうって思ってますね。うん、これ一応もう祝福はもらえたと。あ、これ打開骨もらえんの？あ、ごめんなさい、僕ドモン全然使ってなかったんですけど、打開骨もらえるなら一番やり、さっき取っちゃったんでちょっともったいないことしたな、うん、ごめんなさい。これは自分のエアプーですね。ただそこまで、うん、3万1000点出てますけど、絶対いい選手はもうできないので、うん、適当にこなし経験点潰しながら、うん、でもね本当にマジで、でもあのいいタックってか、そのあの1種類の経験点のタックが来ないだけでこれほど崩壊するっていういい図が見せられた気はしますね、うん、これがエジプトやぞみたいなザ・エジプトのクソサクセスみたいな感じなんで、うん、これ各集客上げる気にもなれないんで、っていうか経験点これ真面目に振る気もないんで、今適当に適当っていうか、まあそこそこに振ってるんですけど、まあね、あのガチやりたい人は査定一覧とか見ながら、あの、うん、まあ、振り方なかなか終わってたんですけど、うん、まあね、でも復活ということで、はい、 PFQ ということで、まあこれからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ということで次の動画で会いましょう。バイバイ。